夏は愛知で涼しい旅をということで、どうしたリアル東海、それを可能にする秘策とは、クールな旅を楽しめるという愛知冷やし旅キャンペーンをリアル東海が開始します。JR 東海が2021年7月から暑い夏は愛知県で涼しく過ごそうというキャンペーン、愛知冷やし旅を展開します。気象庁のデータによると、2020年8月の愛知県名古屋の平均気温が 30.3 度、どこが涼しいのだろうと思いきや、趣向を凝らした冷やしコンテンツが用意されていました。最低室温約マイナス25度、ベルビー栄サウナ施設で、マイナス25度の、アイスサウナを体験。というか、これは首都圏からのお客さんを想定しているようなんですね。あと、タコ満喫プランですね。冷やしだこを、急速冷凍して提供するという、こういう、プランのようですね。愛知県、観光のキャンペーンっていうのは、ちょっと珍しいですよね。JR 東海、いろいろコマーシャル、昔からありますよね。クリスマスのコマーシャルとか。名古屋に住んでたんで、名古屋だと、その日田高山のコマーシャルとか、JR 東海結構頻繁にやってましたよね。名古屋から、日田高山とか、南紀とか、あるいはその首都圏とかからは、クリスマスの、新幹線のコマーシャルとかはやってる印象あったんですけども、あんまり、首都圏から愛知に旅行っていう、そういうことを想定した観光キャンペーンって今まで、あんまりなかったような気がするんで、どうなんでしょうね。その愛知県、観光資源としては、どれぐらいのポテンシャルがあるんでしょうね。例えば、大阪京都と比べると、やっぱインバウンドとかの充実ですね。インバウンド旅客の充実っていう意味では、ちょっと、見劣りするかなっていうところがありましたので、それがゆえに、逆にコロナになって、その影響が、大きいのは大阪、京都ですよね。コロナの影響、むしろ観光業で潤ってるところはあったので、そちらの方は逆にコロナで苦しいと。愛知県の方は、トヨタの業績に関しては、やや持ち直してるっていう話もあるので、緊急事態宣言をやってる期間も、名古屋と大阪だと、大阪の方が長いですし、コロナの被害も大きいので、コロナの影響っていう意味では、大阪、あるいは京都の方が大きいんでしょうね。それが、今は、逆に、それで名古屋の方は、観光業に依拠した、産業構造ではないっていうことが、逆に良かった。リニアがどうなるかっていうことで、ちょっと、静岡県内での工事が、ちょっと不透明、先行き不透明っていうことで、開業時期が遅れる可能性もありますね。ここら辺がどうなっていくのかっていうことで。一応、その JR 東海も、名古屋あるいは愛知に観光を誘致する気は多少あるんだということは分かりましたね。列車が駅構内で馬を跳ねる JR 山陰線。JR 山陰線の岩見津田駅構内で列車が熊を跳ねる事故がありました。体長70センチの熊がいるのを運転士が見つけました。急ブレーキをかけましたが、列車は熊を跳ね、停止しました。後続の列車が熊の死骸を背負う脇で
見つけ、本当に支障がなかったところから、再開しましたって。死骸を見つけて、そうなんですね。死骸っていう表現なんですね。まあ人間だったら遺体っていう表現になるんでしょうけど。で、まあ、そんなね、もし見つかったら、まあその当たったっていう時点で、まあ止まって確認するでしょうね。人にもし当たったら、確認して、まあ当たって、まあ死傷事故、もしあるんであれば、まあ警察がそこに介入してきて、現場検証だなんだということになって、まあ、長時間止まるんでしょうけれども。そうですよね。8時、あ、それでも8時55分頃に、熊を、まあ、跳ねたと。で、再開したのが10時15分ってことなんで、まあ、約1時間ちょっと止まってたわけなんで。まあ、どうでしょうね。電車で人身事故は、人の人身事故ですね。人が当たった人身事故でも、1時間、2時間止まることありますから。快速列車3本延長って書いてますね。まあ、影響はあったんでしょうね。でも、熊の死骸見つけてどうなったんでしょうね。この熊の、まあ、もし生きてたら救助するんですかね。そういうわけでもないんですかね。熊った。ニュースですね。どれが結構頻繁にあるんですかね。熊出没注意とかって、よく、田舎の方行くとありますからね。羽越奥羽新幹線、線路の作り方、工夫して開業へ一歩前進、秋田新幹線より早く。羽越奥羽新幹線関係6県、合同プロジェクトチームが、羽越新幹線と奥羽新幹線について、工夫などによって費用が、便益より、便宜の方が大きくなる計算結果を公表。ただ、厳しい可能性も合わせて明らかになっています。ということだそうです。費用、便益比が最大で1.08になると。費用対効果があるということでしょうね。羽越新幹線、奥羽新幹線。羽越新幹線は富山市と青森市を新潟市付近、秋田市付近を経由して結び、奥羽新幹線は福島市と秋田市を山形市経由で結ぶって。これはフル規格の新幹線なんですかね。その工夫というのが、まあ、工夫をして費用を抑えるっていうことなんですけれども、白線ではなく単線であると。で、地面の上に線路を敷く高架ではなく、と、駅舎を土木構造物が少ないハイブリッド駅舎にするっていう、ここら辺ちょっとよくわからないんですけど、まあ、単線にしたり、土の上に、地面に線路を敷くということなんでしょうね。これであれば、まあ、費用削減できるということなんですけども、この上で、これを前提にした上で、なおかつ2060年まで経済成長する想定、320キロ運転。こういう条件だと1.08の費用、便益比になるそうなんですけれども、どうなんでしょうかね。青森、秋田、山形、あの辺の経済って今どうなんですかね。まあ日本全体、世界全体、まあ落ち込んではいますよね、コロナで。まあこれからまた回復してくる可能性はあると思うんですけど、2060年まで経済成長っていうのは、まあ日本すでにコロナ前から少子高齢化社会に入ってまして、もうその成熟した国家という、フェーズに入ってきているので、経済成長は2060年までと、どうなんでしょう。その見通し大丈夫なんですかね。単線で運転するということは、まあ、それなりの本数しか運転できない。まあ、ただ、北海道新幹線とか見ると、実際には1時間に1本とかの新幹線しか走って、でないですね。新青森から函館北斗まで、
まあ、フル規格の新幹線で、まあ、途中在来線と共用の区間もありますけれども、まあ、あれをフルで、線路引いた、高架で線路引いて、フルで作った割には本数は少ないように思うので、多分あれを、単線でやれば大丈夫なんじゃないか。高架ではなく地面に線路引けば大丈夫じゃないかっていうことなんですけど、ちょっとでも厳しいのかなと、個人的には。まあ、これ、ここら辺試験なんですけども。で、これが、まあ、1.5とか2.0とかならいいですよ。多分、持って1.0です。0.8ですからね。まあ、この想定通り行くっていうのは、ちょっと考えにくいかな、というのが。単純で新幹線の整備計画あるにはあるんですよね。で、まあ太平洋側主にもう整備が終わってますよね。東海道、山陽新幹線、九州新幹線、それから東北新幹線、そこから北海道新幹線ということで、だいぶ進んできてはいるんですけど、日本海側に関しては整備が遅れているというか、なかなか、まあ費用対効果でどれぐらい見込めるのかっていうことですよね。その大都市って、まあ、太平洋側に集中してるので、日本で最初に新幹線できたの、東京から新大阪まで東海道新幹線できて、そこから、まあ、伸びてってはいるんですけれども、その最初にできた区間、東京から新大阪の東海道新幹線っていうの、まあ、一言で新幹線って言っても、もう時刻表を見てもらえば一目瞭然なんですけれども、のぞみが1時間20本とか、それプラス光とこだまがあって1時間に十何本とか、もう都心の通勤路線並みの本数が走ってたりするわけですよね。で、1編成、重力両編成とか、長い編成で、普通車、クリーン車とあって、で、それで、まあ、裏は、ではあるんだけど、あれを見て、東海道新幹線を見て、地方は、うちにも新幹線来たら潤うんじゃないかって、まあ、今実際新幹線来て潤ってるとこも、もちろんあるのはあるんでしょうけど、あまりに、こう、整備が進んでくると、採算の取れないところとかって出てくる可能性がありますよね。九州新幹線、北陸、北海道新幹線、なんかどうなんでしょうかね。特に九州新幹線と北海道新幹線に関してなんですけど、九州新幹線は、まあ、2004年に部分開業して、2012年にまあ全通ということなんですけども、この間ずっと増え続けてきてるんですね。旅客運輸収入も平均。まあ、利用者数ですよね。ずっと増え続けて。ただ、北海道新幹線については、2016年に、まあ、函館北斗まで、新函館北斗間開業したんですけれども、開業した年は、まあ、当初の想定の、まあ、1日5000人の、利用者数、を、まあ、上回った、結果だったんですけど、2017年には、だいぶ、そこから1000人以上落ち込んで4500人。2018年で、ちょっと持ち直したんですけど、まあ、2019年度は、コロナの影響でまた減ったと。まあ、コロナの影響っていうのもあるんで、また、北海道新幹線自体の、ポテンシャルとはまた別の要素もあるんですけれども、2016年、17年と減ってるんですよね。開業した次の年、まあ開業ブームの落ち込みって言うんですけども、まあそれ差し引いたとしても結構な落ち方なんで、でもこの4500人ですよね。想定していたのが5000人とかなんで、まあ、それでも、そこは持ち直しても4800人下回ってるわけですね、想定より。まあ、こういうのもあるのも考えると、
画田隠居じゃないですけれども、とにかく新幹線作ったら自分たちの街が潤うって言って、大金はたいて、新幹線整備するのが果たして費用対効果に見合うのかどうかっていうことですよね。ちょっと、北海道新幹線の状況とか見てると、やや整備が進みすぎてるというか、もちろん、需要のある区間であればですね、それなりの大きな街が、大都市があって、その大都市間を結ぶような路線であれば、それなりの、利用も見込めるんでしょうけれども、まあ、日本海側中心に、太平洋側ほど、大都市がないということで、太平洋側の東海道、山陽新幹線、東北新幹線といった、まあ、主要路線と同じような需要は見込めないんじゃないかっていう懸念はありますよね。